。お天気今一つなんですけども、鎌倉明月院に行ってみたいと思います。はい。はい、着きましたね。明月院通り、今朝8時50分です。明月院まで250メーターってとこですね。はい。でね、こうやってね、脇ねのところにね、ずっとこう小川がね流れてるんですよ。はい。これ看板ですね。9時オープンです。はい。歩いてきますね。ところどころね、こうやってね、紅葉だったりね、なんか民家もあるんですけど、なんかね、洒落たお店みたいなところもあるんですね。私が今写してるのは全部ね、水仙が、ほら、綺麗、椿もあるね。お花とかね、植物がとっても多いんですよ。はい。あ、綺麗な小川、ね、見えてきましたね。こういったね、景色をね、見るだけでもね、癒されますね。はい。綺麗ね、はい、うん、なんかもうね、ここね、あの木が張ってありましたね、はい、補強されてて、ちょっとしたこう、ね、小川のね、なんかね、あ、これね、なんかいちごのリース、お店ですね。今まだ9時前なので、クローズ中ですね。はい、見えてきましたね。明月院ですね。はい、あ、これは、ね、石の看板。はい。ね。これ中もう入りました。ね、はい。歩いていきますよ。ちょっとした太鼓橋になってましたね。はい。行きますね。はい、あ、御朱印マークね、こっちに御朱印もらえますよってありますね。はい、ちょっとマリカはね、今日階段の方からね登っていきます。これを上がっていくとね、なんか見晴らしのいいところに行くんですよね。はい、あ、流れてる、うん、素敵、はい、ゆっくりね登っていきますよ。ちょっとね高くなってる。撮影してる人がいる。映しちゃいけないね。ごめんなさい。はい、ちょっと人回転して、はい。ね、映らないように。ね、綺麗ね。植物。あ、この人ですね。ユーチューバー？もしかして。
はい、あちらがね、三門ですね。あの人またいたね。はい、ね、綺麗。このね、あのちょっと茶色くなってるね、枯れてる木はね、あ、ユーチューバーね、ちょっと待ちます、すいません。はい、ちょっと抜かさせてもらっちゃいましたね。で、このね、両脇のね、この、あ、木はね、これですね。全部、茶色いの全部ね、ほとんどがね、アジサイですよ。はい。ね、これもアジサイね。はい。素敵ね。なんか、わびさびって感じ。うん、冬のね、はい。お寺ですね。はい。境内。はい。あ、ちょっと見てみよう。あ、平家物語だ。はい、祇園精舎の鐘の声、乗車必須の断りを表す、さら宗寿の花の色ね、これ。はい、本殿行きましょう。本殿ですね。本殿、あちらっとね、ここが本殿です。はい、その前にね、ね、綺麗な庭園がね、前にあるんですよ。見ましょうね。すごい白砂、とっても綺麗、白砂っていうんですかね、白砂ね、綺麗。はい、癒されますね。大きなね、お線香の立てる壺ですね。はい、これで頭清めてね、はい、手とかね、気を清めしてからお参りするんですよね。きっとね、大晦日とかね、お正月はいっぱい混んでるんでしょうね。でも一番混むのは実際の季節かな。はい、ここ本殿ですね。はい、撮影禁止みたい。あ、二色ですね。あ、待って、行っちゃやだ。おいで。あ、マリッカ振られちゃいましたね。でもなんか立ち止まってくれたりね。はい、かわいい。ちょっとね、近くに行っちゃおうかな。そうだから、お写しアップね。はい、ペロペロしてるね。すごく毛艶のいい猫ちゃんですね。ね、明月院さんの猫さんなのかな。かわいい、癒されるわ。笹ね、
奥行ってみましょう。はい、あ、これはね、多分ね、水子地蔵さんかな。腹掛けしてるからね、よだれかけてるのかな。あ、これ花地蔵さんですよ、有名ですよ。はい、花地蔵様ね、花地蔵様のね、はい、人は誰しも、はい、人は誰しも儚い花の思い出の中に生きています。大切な人と別れ、愛おしいものとの別れ、そんな時ふと目に留まった花がどれだけね、あなたのね、心を慰めてくれたことでしょうかって、ね、慈しみ深き花地蔵様ね、優しいお顔、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、はい、なんか山のね、洞窟っていうか塔の中にね、たくさん神様がいるみたいですね。はい、ね、すごい絵馬が、うんね、ここは撮影禁止じゃないみたいからちょっと映しちゃったね。はい、お地蔵様ですね、中にいらっしゃる。はいね、創建堂って書いてありますよ。はい、本当にね、山のね、中なんですよね。はい、すごく綺麗にね、お掃除されてますね。絵馬ちらっと見ちゃったりしてね、願いが届きますように。はいね、綺麗ですね。はい、行きましょう。はい、このね、茶色いのはみんな紫陽花ですよ、ね、また5月6月頃になったらね、たくさんのね、紫陽花のね、大きなね、花をつけて皆さんをね、魅了してくださいますね。あ、これ朝露、ね、綺麗、見えますか、水晶みたいね、キラキラして美しいね、自然のね、造形美ですね。はい、このね、なんだろう、はい、マリカです。ね、このね、冬枯れた、ね、美しい造形美の、ね、名月いかがですか。はい、ご堪能いただけましたか。はい、ありがとうございますね。ここでもうね、終わりなんですけど、はい、じゃあね、帰ろうかね。このね、あ、これも全部紫陽花だよ、素敵だね、楽しみだね。来年もまたね、紫陽花の頃ね、早朝に来ますよ。ね、早朝の頃来たらマリッカに会えるかもよ、なんちゃって。あ、これ竹林ですね、美しいね、これ全部紫陽花。はい、素敵ですね。はい、行きますよ。これも紫陽花ですね。はい、こっちから通りましょう。はい、ですね、マリッカは、令和3年10月に、ね、YouTube デビューして、で今日まででね、24作品作っています。今日はね、12月25日クリスマスです。はい、はい、ありがとうございました。また来ますね。
上杉氏、ね、ゆかりのお寺でありますね。はい、上杉氏がゆかりなんですね。はい、何か縁があるね。早く読める人は読んでみてください。深谷上杉氏、深谷ってねあるんですよ。はい、あ、これ出ましたよ。はい、ありがとうございました。電話ボックスがあるね。出たとこすごい。はい、びっくり。あ、かわいい。このね、あのもみじね、素敵ですよね。はい、はい、ひらぎだね、素敵。はい、戻ってきました。ね、冬のね名月いかがだったでしょうか。アジサイ寺ですけど、アジサイは咲いてなかったけどね。はい、とっても猫さんにも会えてラッキー。はい、では今日は海には行かないでこのまま終わりです。はいね、今年、はい、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。アストロビスタアミーゴ、バイバイ。はい、はい、ありがとうございます、ね、良いお年をお迎えください。